エアイ川。エアイ川は一級河川北上川の支流の一つであり、宮城県北部から中部を流れる。荒尾岳に橋を発し、旧鳴子町、岩毛山町、古川市、合併によりずれも現在は、大崎市、枠屋町の中心を流れ、石巻市で旧北上川に注ぐ。源流から川口までの全長は、約 93km、三木川流路延長は、 約7 9 9トル。流域面積は約591平方キロメートル。流域はおおむね、かつての玉造郡全域に相当し、かつては玉造川と呼ばれていた。このほか荒尾岳周辺の原流域ではあれ、小川と呼ばれている。江ア川は荒尾岳に発し、鬼神戸カルデラ、ナルコダムを経て、大崎平野に流入する。歴史的には、 広淵沼、低川を経て、石巻湾に注いでいた時期や成瀬川と合流していた時期があり、江戸時代の河川改修で北上川に注ぐようになった。その後北上川の下流の稼働改修によって、現在は旧北上川に注いでいる。主な支流に、大屋川、田尻川、出来川、新江合川など、このか大崎平野には、数多くの水路が張り巡らされ、 一帯の河川を相互につないでいる。田尻川、江合川、出来川、成瀬川などが並走する一帯は、かつての氾濫源で、数多くの小宅地があった。そのところどころにある、丘陵地に居住地が形成されていて、古代から江合川に沿って、太平洋側、道の区国と、内陸や日本海側、出和国を結ぶ、連絡路が通じていた。流域は、平安時代から、 風光明媚で知られ、数多くの歌人によって流域の風景を読んだ和歌が伝っている。その一方で、極端な平坦地に多数の河川が集中する大崎平野は洪水に悩まされてきた。近世から昭和期に至るまで断続的に河川改修が行われるとともに、小宅地の干拓が行われた結果、流域の故障の多くは姿を消した。エアイ川は、 荒尾岳に発し、玉造り群を貫流する。かつては岩出山の戦場地よりも上流側を交流川、中流以降を玉造り川と呼んでいた。はっきりとした時代や由来は不詳だが、下流で稼働回収が行われた結果、川が合流するの意で下流を江アエ川と呼ぶようになったと考えられている。今でも上流川を中心として、 こういう川の通称が使われており、国土地理院地図などでも、こういう川の名称が併記されている。江合川、こういう川は、古来より氾濫を繰り返し、犠牲者を出してきた。流域では、水の神と温泉の神を祭祀する荒尾川神社が営まれてきた。荒尾川神社は、演技式神明朝掲載の、こういう過信者に否定され、源流域のこ尾川神社、 奥の宮と上流域の高尾川神社、里の宮が現存する。里の宮には源義家が黄金の立刀を奉納したと伝わる。他にも特に下流域を中心に三十六の高尾川神社、三十六所名神があったとされるが、江戸時代に河川改修が行われる時に里の宮にこれらを合祀したと伝わる。この里の宮から上流側は、 こういう川、下流川は、玉造り川と呼ばれていたという。本説では便宜上、鳴子ダムまでを、源流域、鳴子ダムから岩出山町の戦場地の入り口までを、上流域、大崎平野までを、中流域、それ以降を、下流域と対別する。えあ川は、源流域の大崎市北西部、旧鳴子町ではあれ、小川と呼ばれている。荒尾川神社ではあれ、 小川が祀られており、源流域の鬼神戸地区には、奥の宮と呼ばれる、荒尾川神社がある。こういう川は荒尾岳、標高983.9メートル一帯の沢を、源としている。荒尾岳は、かつての火山体の分類では、ナス火山体に属していて、直径7キロメートルほどの円錐状の手法と、環状の鬼神戸カルデラ、首盆地、その外林山を持っている。 こういう川は荒尾岳主法と外林山の間の鬼神戸カルデラを半時計回りに東、北、西、南と極流、ほぼ一周している。この環状の盆地帯には、道の区国とでは国を結ぶ主要路の一つ、最上線木通り、現在の国道108号、別所、宇宙街道、鬼神戸街道が通じて、古くから軍事上の重要路になっていた。 江戸時代には、仙台藩、秋田藩、山形藩の国境となって、藩の番所が設置されていた。荒尾川の左岸にあたる荒尾岳の西陸から南陸に、かけての一帯には、鬼神戸温泉がある。荒尾川の支流の沢に沿っていくつもの温泉が、古くから開け湯しており、間欠泉や鬼神戸地熱発電所が分布している。この辺りを流れる、沢の中には、 自然に湧き出した温泉が高温のまま流れる湯の川のようになっているものもある。こういう川の右岸は、ハゲだけ標高六2 6 1 4メートルなどからなる鬼神戸カルデラの外輪山が取り囲んでいる。その中腹は、なだらかな斜面になっていて、スキー場などのリゾート開発が行われた。しかしその開発の結果として、洪水の流出増加が危ぶまれ、新たに、 上大沢ダム、2003、平成15年完成が建設された。荒尾岳の周りを一周した、こういう川は、南へ転じて花淵山、標高984.9メートルの東側の、峡谷を南流する。ここには1957、昭和32年に鳴子ダムが築かれており、そのダム湖は、荒祐湖と命名されている。 ナルコダムの下流で、右岸から支流の大谷川を合わせる。大谷川は、源流域で、山形県との県境になっている川で、エアエ川に合流する手前では、花淵山の裾野で、落差100メートルの断崖に挟まれた険しい時刻のナルコ橋を形成している。その崖上には、ここを通過する中山越えでは道。 現在の国道四十七号の首都前関所が置かれていた。当地を古代から歌に読まれた岩手の関に否定する説もあり、松尾芭蕉の奥の細道にはここを通過した、さえの記述が残されている。大谷川の合流後は東に転じ、鳴子火山群を北に回り込む。この辺りの右岸には鳴子火山群の麓に温泉が湧き、川沿いに鳴子温泉、東鳴子温泉、 川旅温泉などが点在している。これらの温泉地帯を過ぎたあたりで、川の両側に、小黒が崎山などが迫り、谷が狭まる。ここに、水の小島、水の小島と呼ばれる岩場がある。他にも様々な若泉集に、小黒が崎山と水の小島を読んだものがあるほか、空旅日記や、奥の細道にも登場する、歌名所として知られていた。 これらの資料では、小黒が、崎山は、巨岩、紀岩の岩山で長部に、松の老木が並び、水の小島は、川の中洲の岩場に三本の松が生える家系の地として描かれている。しかし、1890、明治二十三年に洪水があり、もともと風化していた岩場が損傷したと伝わっている。その後は荒廃していたが、2008、平成二十年から、 大崎市や地元の有志によって、往年の姿を取りす取り組みが行われている。しかし、県の管理下にある稼働の改修などを伴う、ため用意ではない、という課題が示されている。小黒が、崎山の麓で一度谷が狭くなり、江合川は山裾に沿って、南にこう描く。これを過ぎると、岩出山町の戦場地が始まる。この、扇の腰部に相当するあたりには、 古い時代には、千月沼や小黒が先沼と呼ばれる、川跡があったと伝えられている。安永期、1772から1780年の資料では、当時は、もう千月沼は亡くなっていたとされているが、平安時代に、源の年寄りが詠んだ歌が残されている。この、千月沼付近は、宇治川の戦いの先人争いで知られる、明和月の産地だという伝承があり、 池の跡地には、馬の神を祀る池月神社の祠があった。この付近には、縁起式神明町掲載の高尾川神社、里宮がある。かつてはこの地点から、上流側を、高遊川、下流側を、玉造川と称していた。江合川は両岸を広げ、旧岩出山町に、戦場地を形成しながら、南東へ進む。この辺りは、 旧玉造り群の中心地であり、古代の玉造り作の否定地とする説もある。川を挟む貸子団球、玉造り丘陵には座山乱木遺跡などがある。これは1970年代に宮城県としては初めてとなる旧石器時代の石器や遺跡として発見されたもので、最も古いもの3万年前の石器群と否定された。ところが後に、これらは鉄造であることが発覚した。 旧石器鉄造事件。この貸し団球の絶部には、伊達政宗の居城として知られる岩出山城がある。江合川の右岸には、伊達政宗が町割りを行った城下町が開かれ、江合川から取水した内川という溶水が築かれた。江戸時代初期には、岩出山城よりも上流部の下市栗地区付近まで、周運が行われていたらしいが、徐々に、 川床が浅くなって、周雲の上流源がどんどん通り、江戸時代末期には旧古川市福沼付近までしか遡上できなくなっていた。この城下町、旧岩出山町の中心街を過ぎると、エアイ川は中石地に出る。これは、エアイ川や並走する成瀬川が形成したもので、大崎平野と呼ばれ、その土壌は、肥沃な大崎高度と微笑されている。 川はそのまま南東へ向かい、旧古川市の中心市街地の北園を流れている。エア川の故障は、古川市の江戸時代以前の故障、エア村に由来するものである。その頃も、エア村の上流側と下流側の両方では、かつては玉造川と呼ばれていた。エア川は、江戸時代以降、大崎平野を広大な国草地帯へ変えるための水源として利用され、 収穫した米の輸送にも用いられた。しかしその一方で、この開拓は、エアイ川と並走する成瀬川や、北上川、旧北上川とその支線による洪水との戦いでも、あり、エアイ川自身も反乱によって、流路を何度か変えた。不確かな記録ではあるが、旧古川市付近で成瀬川と合流し、南へ向かって、石巻湾に注いでいた時期もあった、ともされている。また、 これとは反対に、伊達政宗の時代には、東で、波間川と合流して北上川に注いでいた時期も、あるという。明治時代にはこれらの河川の総合的な改修が、計画もあったが、上流の玉作り軍と下流の東田軍との利害の、調整がつかず、ほとんど実現しなかった。1922、大正11年から旧古川市の福沼付近から、 分流する新エアイが開削され、ナルセガへの放水路の役割を果たしたのが、わずかに実現したものである。こうした、氾濫問題の抜本的な解決として、北上特定地域総合開発計画により、築かれたのが、ナルコダムであり、その完成をもって、大崎平野の洪水問題は、収束を見た。新エアイも、今では、流量調節の機能は、ほとんど果たしていない。 現在のエアイ川は、ヘラタケ丘陵の南陸を投流し、石巻市のカンドリ橋付近で、旧北上川に注いでいる。この旧北上川は、かつては北上川本流だったものだが、明治末期から昭和初期にかけて新河道を作り、新しい本流は北上川として、水波湾へ注いでいる。敵川はエアイ川右岸の支流である。長さは、 約2 1ートル、江イ川となる瀬川の平坦地を流れており、旧小五田町。現在は合併により三里町の中心部を抜けて、大崎平野に出る。この辺りはもともと、江ア川となる瀬川に挟まれた氾濫源で、ナビレ沼という大きな湖があった。昭和40年代から185ヘクタール余りが、干拓され、1977。 昭和52年に完成した農地に入植者が入った。現在の出来川は、この干拓事業で誕生した水郷地帯の北側を蛇行しながら、南東へ向かう。下流部では、三里町と枠屋町の町境になっている。石巻市の西側で流の口山、標高81.1メートルに進路を阻まれ、北へ転じて、明治水門で江合川に注ぐ。支流には赤井川などがある。 ナビレヌバ干拓地には、出来川の北ダメ川、二級河川堤川の本流、青木川、倉坪排水路、倉坪川、成瀬川の支流などが並走し、排水路が重横に張り巡らされていて、流域の雨水は出来川には流入しないように設計されている。しかし極めて平坦な地勢から、出来川の川床勾配は最小で1。 九千ほどしかなく、エアイ川の増水時には出キ川への逆流の恐れがある。そのため、エアイ川への合流部に、明治水門が設けられているのだが、これが閉じられて出キ川の水が溢れる際には、ナビレ沼干拓地が、遊水地の機能を果たすことになっている。田尻川は、エアイ川の左岸の支流である。長さは、約24キロメートル。源は、玉作り丘陵,陵の旧岩出山町。 現、大崎市岩出山十文字地区にある。江ア川佐賀に一帯の河川の水を集め、旧田尻町の中心部を経て、枠谷町の唐崎水門で江ア川に合流する。田尻川には、美女川、佐賀川、都戸,戸川、長者川、中雨小沢川などの支流がある。都戸,戸川の上流には切れ伏せ沼、長者川の中流には、化粧沼、化粧沼ダムなどが設けられており、 洪水調節機能になっている。化粧沼の東には、かつて、大崎沼、別名、知恵沼という古章があった。中世に一帯を支配した大崎市の海祖柴家県は、欧州官令として当地に下校すると5箇所に五所を築いており、大崎沼のあぜにはそのうちの一つ、この五所があった。当時は、一帯は、江合川、田尻川などの氾濫源になっていて、 広大な小宅地に囲まれた小野御所には船着き場が設けられ、要外になっていたという。また、その小宅地に丘陵が島のように浮かび、継承地として、当地を読んだ和歌が多く伝わっている。ここで読まれている、くつき橋はこれらの沼にかけられていたもので、くつき橋や花島山、大崎沼にあった地中島は、道の区国を代表する歌枕として知られている。 現在は、化粧沼ダムのたもとに、くつき橋の地名が残されている。江ア川流域では明治43年、大正2年と、洪水被害が相次いだ。これを受け、宮城県は、大正6年から江ア川の稼働改修を行い、成瀬川へ完全に合流させる工事を始めた。これは、大正10年には、国の事業として営まれることになった。ところが、 昭和22年、カスリン台風、昭和23年、アイオン台風の洪水被害の結果、この計画の見直しが決まった。これにより、ナルセ川への放流量は、全体、1100立方メートル、S のうち一部、300立方メートル、S 縮小された。改作工事は、昭和32年に完成。これによって生まれたのが新江アイ川である。大川は、 大柴山、標高1083メートルの南に発し、その源流付近では、宮城県と山形県の県境になっている。仙台とでは国を結ぶ中山越で和道は、この谷川沿いに通じており、現在は、国道47号と JR 陸武島線が、大谷川に沿っている。街道筋に、中山塾や、都前番所、首都前関があり。 松尾芭蕉の奥の細道にも登場する。大屋川の支流、岩道、沢の奥部には2009、平成21年に完成した岩道、沢ダム、ホタル、泉湖がある。このダムは農業用水確保のために築かれたものである。それ以前には農業用水路を流下した水をポンプで上流に汲み上げて再利用しなければならないほど水不足に陥っており、 1994、平成6年から建設していたものである。江合川全体のうち、旧北上川への合流地点から上流 30.5km 地点までと、新江合川全体、5.2km、鳴子ダムに関連して、ダムの上流側 9.1km 区間と、ダム湖に注ぐ田代川の 0.5km 区間は、国土交通省が管理している、大臣管理区間、 出会い側の下流での水質調査によって、環境基準 B 類型に位置づけられている。水の利用にあたっては、水産2級、酒かや鮎の生育が可能、水道2級、通常の浄水で利用可能となっている。2009年10月現在、支流では出来側が環境基準 C 類型となっている。水の利用については、水産3級、鯉やフナの生育が可能、 工業用水一級、通常の浄化で利用可能となっている2009年10月現在、田尻川では定常的な調査は行われていない。エアイ川では次のような魚類が確認されている。大崎平野などの平野部では、エアイ川やその支流は水境地帯を流れているが、現代ではその大部分がコンクリートなどで護岸されている。 ナルコダムなどの建設によって洪水がなくなったことで、川岸には柳、白柳、小野江柳、立柳などや鬼ぐるみが育つようになった。また、堤防上などでは、除草や踏みつけの結果として、在来種、ススキ、チガヤ、ヨモギ、スギナ以外の幾何植物、セイタカアワダチソウ、シロツ白ク草、ヒメムカシヨモギなどが生育するようになった。数は少ないが、 ところによってはヨシが生え、ヨシキリなどの野鳥が確認されている。平野部の主要支流である田尻川と出来川は、コイ、船、メダカの生息域になっている一方、外来種のブラックバスなどの増加も指摘されている。また、サケが遡上することも報告されている。これらの支流も上流部では、自然環境が残されており、希少種としては砂や爪、ギバチの生息が確認されている。 特に、田尻川の上流部にある化粧沼は、ラムサール条約の登録湿地である。また、田尻川の砂岸にある藍、の沼は、環境省の特定植物群落、藍の沼の水生植物群落の指定を受けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。